今日の占いの最下位は名前が豆に関わる人です。なんだいそりゃ、くだらないね。人事じゃないだろ。カカオだってカカオ豆だ。この番組の占いは当たるって評判なんだよ。十分気をつけるように。はいはい。こんばん、キングボンビー、ミステリー案内人です。ねえねえ案内人さん、このおじいさん誰？あら、近寄るのはおすすめしませんよ、クロハさん。なんせその人、貧乏神ですから。貧乏神？いかにも、わしは人に不幸を与えてしまう貧乏神じゃよ。例えばどんな不幸を？それはもう、ありとあらゆる不幸を、ですよ。さて今日はそんな貧乏神さんがカカオさんに一日で一生分の不幸を与えるというお話です。それではどうぞ。こっちに歩くんだ。くそ、話しやがれ。なんで俺は始末しねえんだよ。それは依頼人の要望だからさ。僕だってとっとと始末したいよ。なんだと？だ、依頼人はてめえか。ああ、警察を裏切った始末をつけさせるためアルカラム一族に頼んだんだ。まんまと捕まってくれてありがとうよ。畜生、話せ、話しやがれ。なんだって？油断したな。あの世に行きな。ざまあ、見やがれ。くそ、僕のミスで依頼人を死なせてしまうなんて、こんな失敗初めてだ。まさか昼間のあの占い。お前さん、その失敗をなくしたいのかい？ん？なんだ今の声。隠れてないで出ておいでよ。隠れてなどいない。わしは下におる。ここじゃよ、ここ。あ、君は一体？わしは貧乏神じゃ。っていうか臭い、ドブみたいな匂いがする。そりゃ不幸の塊じゃからの。貧乏や不景気なこと、不幸などを持ち込むで知られておるが、こう見えて立派な神じゃよ。不幸を持ち込むって、それじゃ僕のミスも君の？それは違う。お前さんの運が圧倒的に悪かっただけじゃ。それよりこのミスをなくしたいのか？ああ、当然さ。よーし、わかった。それじゃ、これを使え。これは？それは、お前さんの失敗を取り消せるボタン。時間を丸一日巻き戻すことができる貴重な神様アイテムじゃ。なんだって？それじゃあ早速。ただし、もしボタンを押せば、24時間お前はたった1日で人生すべての災いが降りかかるほどの不幸体質になる。それでも押すか？たった1日で人生すべての災いだって。正直考えただけでもゾッとするね。今日以上の災いが降りかかるということだろう。ならば特別にチャンスをやろう。もしもすべての不幸に耐えきれないと思った時はわしに言えばいい。その時は今この時まで戻してやるからの。それは本当かい？貧乏とはいえわしは神、嘘はつかんさ。ただしその時はもうミスを取り消すということもできないから覚悟するんじゃな。わかった。それじゃあよろしく頼むよ、神様。ここは本当に時間が戻ってる。どうやら貧乏神の話は嘘じゃないようだね。だから言ったじゃろ。なんだ、いたのかい？当然じゃ。わしはお前さんの不幸が見たくてわざわざボタンを渡したんだからの。趣味の悪い神だね。とはいえ今日は家から出ない方が良さそうだ。って、まずい、忘れてたよ。どうしたんじゃ？今日は僕が出場するチョコレートケーキ大会の決勝日なんだ。早く行かないと遅れてしまうよ。そいつは楽しそうじゃの。今日は家から出ないんじゃなかったのか？時間が巻き戻る前は僕が優勝して超豪華カカオセットをもらったんだ。いくら運が悪くたってこればかりは譲れないね。あ
おい、危ねえだろ、気をつけろ。あの男、始末してやろうか。って、なんだこのドブ川。カカオが落ちたのは、なんと町で一番汚くて臭いドブ川だったのです。せっかく川から上がっても、全身臭くてたまらなくなってしまいました。最悪だ、これから大会だっていうのに。そうか、わしは全然気にならないがの。そりゃ君はもともとがドブ臭いからね。とにかく急ぐよ、途中で服を買わないと。買い物なんてできるのか。バカにしないでもらえるかい。こう見えてちゃんと稼いでるんだ。じゃあ試しに財布を見てみるんじゃの。何を言って。ない、中身が、カードも、どういうことだ。お前さん、不幸に見舞われすぎて忘れとらんか。わしは貧乏神じゃぞ。真っ先に金がなくなるのは当然。お前さんが知らんうちにすられたんじゃろ。この僕がスリに会うなんて、最悪、最悪だ。とりあえずそこの噴水に飛び込んだらどうじゃ。多少マシになるじゃろうて。いや、新しい不幸がやってくるだけだ。とりあえず会場へ行ってみよう。シャワーを借りられるかもしれないし。落ち込んでおる、落ち込んでおる。ふむ、途中で諦めずによくたどり着いたの。だが、運が悪いのには変わりないぞ。うん、会場に着いてさえしまえばこっちのものさ。みんな、待ちわびたか。一番うまいケーキを作るのは誰か知りたいか。うわそれじゃあ早速始めよう。まず一人目の挑戦者はフランスパリで長年修行を積んできたチョコレートのスペシャリスト、チョコが全部だ。そしてその対戦相手は異例の経歴、パティシエ経験はゼロだがチョコを愛する気持ちはクレイジー、カカオアルカラムの登場だ。タクヨ、おい何やってんだスタッフ。今電話してるけど出ないんだよ。開催場所が急遽変わったって伝えたいのに。なんで出ないんだよカカオさん。はあ、まさかこの僕が不先輩で負けるなんてね。おお、突然会場が変わった上にスマホを忘れて連絡がつながらないとは、なんとも運が悪いの。このくらいどうってことないさ。それよりちょっと場所を変えよう。なぜじゃ。家にはスマホを取りに来ただけさ。今の僕に必要なものは最高のチョコレートたち。ちょっとしたコレクション部屋に行こうと思ってね。それは面白そうじゃ。さっきからスマホで何を見ておるんじゃ。株式だよ。大会で逃した豪華カカオセットを購入する資金を新たに確保しなくちゃいけないからね。ああ、そういえば稼いでいるって言ってたの。大半は株式投資してるんだけどね。ん？なんだ？緊急ニュース速報？緊急速報です。黒猫国を代表する大企業三毛猫グループが倒産しました。これにより株価は大暴落し。そんなバカな。どうしたんじゃ。たった今、僕の資産の大半がただの紙切れになってしまったんだよ。だから言ったじゃろ。わしは貧乏神なんじゃ。わしに疲れた時点でまず金持ちで居続けられるはずがなかろうて。ま、でも金なんてまた稼げばいいだけだし、落ち込んでても仕方がないね。こういう時僕を癒してくれるのが高級チョコレートコレクションさ。なんじゃここは。僕が世界中から集めた希少なチョコレートたちだよ。はあ、見ているだけで嫌なことを全て忘れさせてくれるよ。続いての速報です。今年の国民の健康診断の結果が非常に悪かったことを受け、国が1週間の甘いもの禁止令をスタートさせるということです。甘いものの販売は禁止、所持も禁止、破った者は逮捕となります。今から警察が甘いものすべてを回収しに向かいますので、抵抗なく渡すように。また甘いものを売って生計を立てている国民には補助金が。おやおや、これはげ、カカオアルカラム。一体何の用だい。チェ、
今日はお前を逮捕しに来たんじゃない。ここに大量のチョコレートが保管されているという情報を得たんだ。ここにある全てのチョコレートは没収する。かかれ。わあ！そんな待ってくれ、頼む、待ってくれ。こうして家中のチョコレートが運び出されてしまったカカオは呆然としたまま体操座りをしてどんより落ち込んでしまうことに。僕の命だったチョコレートたちが、そんな。そろそろ我慢の限界かの。ええ。なんとこの状況で何がそんなに面白いんだお前さん。何って、こうなったら仕方ないさ。世界にはまだ見ぬチョコがたくさんある。それをまた新しくコレクションしていくしかないだろう。なんなら今までのコレクションより素晴らしいものにしてみせるさ。なんだ、金もチョコも失って悲しくないのか。悲しくないと言ったら嘘になるが、簡単に叶う夢なんてつまらないからね。何度失敗してもまた挑戦するまでだよ。おお、あそこまでのポジティブ人間も珍しい。こいつはメモのしがいがあるの。こうして貧乏神のせいでお金も城も何もかもを失ってしまったカカオ。しかしまだまだ不幸の連鎖は止まることを知らなかったのです。お前がぶつかってきたせいで大事なパソコンがぶっ壊れただろう。どうしてくれんだ。弁償する金もないからこれで許してくれよ。なんだよこれって、クルメスのジャケットじゃないか。あ、なんかくせえな。まあいいか、はぶれば。今回だけだからな、次は気をつけろ色白野郎。あれが僕の最後の財産だったんだがね。来てくるんじゃなかったよ。あ、そうだ、まだ僕には残ってたじゃないか、100円玉が。待ってくれ、君まで失ったらチョコレートすら買えなくなってしまうじゃないか。はあ、よかった。全然よくなかったね。やれやれ、たった一日でここまで落ちてしまうとはね。どうだ、そろそろ我慢の限界かの。限界か。ん、もしもし、どうしたん大東さん。カカオか、悪いんだが今日の宝の護衛を手伝ってほしいんだ。どうしたんだい。父さん以外にも結構な数の警備を用意していたはずだろ。そうだったんだけどね、その警察で食中毒が出たらしくて緊急事態ってわけだよ。なるほどね。別に手伝うのは構わないんだが、今日の僕は文字通り世界で一番ついていない男なんだ。それでもいいのかい。世界一、まあとりあえず腹を下してないなら大丈夫さ。それじゃあね。さてと、それじゃあ行こうかな。ああ、本当に行くのか。下手をすればお前さんや父親に危険が及ぶかもしれんぞ。いくら運が悪くたって僕らが弱くなるわけじゃないから大丈夫さ。それよりほら、お食べよ。これはせっかく買った最後のチョコレートだろう。隣でグーグー腹を鳴らされたら仕事の邪魔だからね。さ、それじゃあ行こうか。何してるんだい、早くしなよ。わしがいるから不幸になっておるのに、なぜお主は優しくするんじゃ。なぜって、これくらいのこと僕にとったら不幸でもなんでもないからさ。ああ、久々にあの男のことを思い出したの。これが噂のキャッツダイヤか。これだけの警備がつくだけの価値はありそうだね。にしてもカカオ、お前なんでそんなボロボロなんだ。言っただろ、今日の僕は誰よりも不幸だってね。それより怪盗が現れた時の対処法は考えてるのかい。当然、いざとなれば私のバズーカ砲を発射して怪盗をこっぱみじんにしてみせるさ。ここの警備は弱い弱い。怪盗メテオ登場、キャッツダイヤは私がいただくわよ。早速お出ましたね。この、そうはさせるか。ちっ、あれ
デクの棒がいくら集まっても無駄よ。なかなかやるようだね。父さん、悪いがここは任せたよ。オーケー、それじゃあ行くぞ。こうして AI ドッグシュクレが必殺技を繰り出そうとしたその時でした。邪魔だ、どけ。おっと、そう、カカオが父にぶつかったことで銃が誤作動してしまい、何が起こったのよ。なんと父自体が爆発してしまったのです。本当についてないの。笑い事じゃないよ。ほら、さっさと行くよ。宝石は回収した。後で持ち主に届ければそれでいい。お前はあっちだ。はい。宝石は守られたが、怪盗はまだ潜んでいる。気を抜くな。なんとか宝石は死守したが、自分のせいで父親を死なせてしまうとは。さすがにお主も答えたじゃろ。貧乏神に同情される日が来るとはね。さ、もう聞くまでもないが、このボタンを押せば今日一日の出来事を全てなかったことにできるぞ。さっさと押すんじゃな。このボタンを押すだけか。でも悪いが僕はこのままでいいよ。なんじゃと？そんなことしたらあの時の失敗は取り消せないんだ。それに何より父さんならピンピンしているしね。はあ、お疲れカカオ。いやあ、今回はヒヤヒヤしたな。なぜ、あの時確かに黒服たちに。父さんは AI ドックでね、中身さえ無事なら何度でも簡単に復活できるのさ。なんとも不思議な話じゃの。しかし本当にいいのか。父親が無事だとしてもお前さんは損ばかりの一日だったろう。言っただろう、金はまた稼げばいいって。それに追いかけられる身なのは今に始まったことじゃないし、仕事に関しては危ういところはあっても失敗はしなかったんだ。何より一人の犠牲者も出ていない。それだけで言うことなしだよ。うん、よく言ったねカカオ。いや、素晴らしい。この状況で明日に希望を持てる人間なんてめったにいないぞ。そうかい。そうとも、お前さんは今までわしが見てきた人間の中でも一番、いや二番目に面白い人間じゃの。二番目って一番目は誰なんだい？一番目は今から20年も前にあったこいつじゃな。俺見てみ。なんだって。こうして貧乏神のノートを見せてもらったカカオ。しかしそのページには父シュクレの生前の顔写真が貼られていたのです。これって生身だった頃の父さんじゃないか。なんじゃと。やっぱりか。久しぶりだね貧乏神。乾杯じゃ。にしても驚いた。まさかカカオに君がついているなんてね。驚いたのはわしの方じゃ。にしても随分と可愛らしくなったのシュクレ。いろいろあったのさ。それよりカカオについてみてどうだった？どうもこやつを見るとやけにお前さんを思い出してばかりだったが、まさか本当に息子だったとはな。心豊かな子を育てたのシュクレ。ああ、自慢の息子だよ。やれやれ、そんなことより二人は昔一緒にいたのかい？そうじゃの。君と話すのが楽しかったからね。よし、今日はあの頃みたいにとことん飲み明かそうじゃないか貧乏神。お前さんはどうする？酒はあまり好きじゃないから結構だよ。おお、そうなら、お前さんはもう帰っていいぞ。なんだって？もうとっくに一日が経ったからな。不幸体質が切れた以上見てても退屈じゃて。とはいえ本当に楽しい一日をありがとうの。それはこっちのセリフさ。今回は助かったよ貧乏神。それじゃあね。気をつけて帰るんだぞ。またどこかで会おうの。正直もう二度と会いたくないね。とはいえ貧乏神と飲んでて父さんは大丈夫なのかな。
こうしてカカオさんは無事に全ての災いを乗り越えることに成功したそうですよ。へえ、カカオは貧乏な時でも心は豊かなんだね。でもさ、貧乏神って神って言っても貧乏なんでしょ。大したことないんじゃないの。なんじゃと。それじゃあこれでどうじゃ。何をしたのって、これはニンニクの雨だ。触らぬ神にたたりなしじゃの。やれやれですね。さて、今回のお話はいかがでしたか。面白かったと感じた人はぜひグッドやチャンネル登録をして黒猫ファミリーの一員になってくださいね。それじゃあまた次回の動画で会おうの。バイバイチーン。はあ、おかしいわね。一体どうなってるのかしら。どうかしたのかい、母さん。どうもこうもないわよ。この殺風景な部屋を見てわかるでしょ。不運続きでお金に困ってるのよ。ああ、言われてみればそうだね。ひょっとしてあなた、何か原因を知ってるんじゃないでしょうね。え、不運の原因なんて僕が知るわけないじゃないか。そうよね。でも万が一何者かが意図的にやっているのだとしたら、徹底的に痛めつけてやる。ちょっと調べてくるわ。ああ、頑張ってね。いや、お前さんの嫁怖いな。だから言っただろう。分かったら早く出て行った方がいい。見つかったら電子の世界でリンチされかねないよ。分かった、すぐに出て行く。またどこかで会おうな、友よ。次会える日を楽しみにしてるよ、貧乏神。